お4つも駆け込みで1月末まで超低価格でアップグレード版を2つは当然すぐ使ったんですけどまだ2つ残ってあれ色が違うんですよあねこれがね先に買ったやつでこれがっていりなくなったかね。え、その窓が窓が ウィンドウズ8窓今回はちょっとこれはですね関係ないな実は本命にしていたですねウィンドウズ8の<あ>、えー、タブレットのようなマシンがですね、はいえーはい、まだ、えー、これからで所持帳がありましてですね<ー>入手できていないとい私が買おうと思ったらですね販売終了になってしまった 大人の事情で具体的には言えないんですけどもある CPU メーカーが新しい CPU を出してその新しい CPU を乗っけたバージョンを春に出すと我慢しきれないどうしたらいいかというので次の違うやつをとりあえず入手して使ってみようということでございましてこれエイサーのイコニア W5 イコニア。 W5。ま、あの、実際にはですね、W510D という型番だと思うんですが、確か。あ、そうですね、W510D ですね。これであれね、ジャンコードとか読んでもしょうがないんだよね。ね。え、OS は Windows 8 32bit。なぜか 32bit。高橋 32bit 拾ったかと思うでしょはい。え、これがですね、インテルの Atom のね、Z2760 乗ってるんですよ。え、で、えっと、10.1インチ。 ええ、2ギガバイトはいそれからですねストレージがですね64ギガマイクロ SD カードリーダーうんぬんかんぬんとうとうとこちらにこれがこれがいい感じじゃないですかいい感じでしょええこんな感じわりともうなんか洗練されて洗練されて高橋んでこれ買ったとはいこれですよお例によって例のごとく分離はいええこれお みんなそうなっちゃったんですね、どうなんですかね、お、合体ということができるので、段です。データを見るとか、何かインターネットでも閲覧がメインであるという場合には、もうこれだけけででいいわすよもうそれを持っていけばいい、で、何か作業しなきゃいけないとかっていう場合にはこ合体させて、合体、合体、合体しよう、合体したい、合体したい、したい。 しようぜ <laughs> なんかプロポーズの言葉とかも、<ー>なんか、はい、あの、僕と合体してください <laughs> <laughs>、まあ、警察呼ばれないこと言っとるばかりですけどね。はい、合体するとですね、何よりもですね、こっちにもバッテリーが入ってて、こっちにもバッテリーが入ってるわけですよ。なるほど。でですね、18時間とかスペック上は、<ー>とんでもないですね、えっ、ー、とね、約9時間、<う>本体だけで。 で、多分ですね、同じサイズのバッテリーが入ってると思われるのが、キーボード装着時約18時間。なるほど。素晴らしい。賭けにですね。すごいです。18時間最近起きてるだけでも精一杯ですからね。本当に。もう十分。十分ですよ。まあ、使用状況によるでしょうしね。とりあえず動かしてみましょうか。はい。ここら辺大丈夫ですか大丈夫ですかおで、これで。ちょっと待ってくださいね。 な感じで画面は綺麗だしね例えばですよ反応も非常にマルチタッチ多様ですから当然のごとくこういうふうにビョビョビョンとこうこれでほうフォーと決してですね感覚悪くないいいっすねこれいいっすよこれでも実はそんなに高くないんですかこれほんと高くないんですよ 7万円前後感覚的にはですねアトムが載ってたりしてネットブックみたいなしかも価格帯的にもですね Windows8 が載ってマルチタッチの割にはですね非常にお安いとそうですよねマルチタッチですもんね思うんですけどこれね Windows8 のせいなのかそれとも技術が上がったからなのかわかんないんですけどああ 結構ネットブックより使える。実はね、ちょっと出張に持ってったんですよ、これ。実際仕事で使ってみたんですね使える。意外と。これちなみにデュアルコアなんですよ。なんだけど、まあまあ、そんなに早いってわけではないと。ということですね、エクスペリエンスインデックスをですね、やるわけですよ。っていうか、もうこれやってあるんですけど、3.3で、やっぱりゲーム用のグラフィックが低いですよね、今回はね。 で、えっと、プライマリーハードディスク、これメモリのストレージですけど、あの、MMC の SSD が入ってるんですけど、まあ5.6まあ全般的に低いことは低いんです。だけど、これでもね、Windows 8はサクサク動くんですよ。ああ、なるほど。えぇ。だからね、Windows 8ってね、いい。あなるほど。で、普通のノート PC のようにも使え、なおかつ、別に普通にこうやって、こうやって、えいって。それいいっすね。いいっすよ。 あのね、はい、これでマイクロ SD のスロットが1個あるんですわ、はい、ここに。お、はい、あるでしょ。はい、で、このマイクロ SD のスロットがあることによってですね、はい、普通にこうメモリメディアを抜き差しできるので、はい、ここにある通りですね、要するにデータストレージとして。なるほど。 簡単に出し入れできるんですよ。データ交換もできるし、マイクロ SD そのまま使う人もあんまりないだろうから、SD カードのアダプターと一緒に合わせて持っとくと、すんごい便利なんですよね。あとですね、さすがそのエイサー様というかですね、ちゃんとしたメーカー様ですんで、ちゃんとね、あの、エイサーのランチャーみたいなユーティリティも付属してるんですよ。5点タッチで記録するっていう。 こううい感じのグイグイいやいやこれは5点タッすればいいんですけど非常にですね使い勝手よろしいわけですよマイクロ USB ポートとそれからマイクロ HDMI ポートがあるんですよこれが USB これでマイクロ USB を USB に変換するなるほどで外部に接続できますよと色々なデバイスを接続できます それからこれで、えー、と<ー>マイクロ HDMI を D サブに変換する<ー>これで、まあ、いろんなものに汎用性高く接続できるでしょう、はい、というのがちゃんと標準付属しててなお<ー>かつです、ね、ここに USB ポートがありますよでこっちがあのマイクロ USB US とマイクロ HDMI、はい、あとはまあウェブカメラもついてて<ー>、えー、これで迷っちゃいますね何を買っていいかよくわからないえと使いたいものがあったらそれを買うのが一番なんですけど 基本、基準としてですね、同じ Windows 8の枠の中で考えれば、やはり高いものは早い。そう。もう心理。心理です。それはもう、本当申し訳ないけれども、中にはですね、ちょっとブランド代を上乗せしているところもありますけれども、それなりの魅力があるので、それは、もうえ、高いなりに早い。安いなりに遅いけれども、使える。使えるはい なのでウィンドウズ8が入っているものに関しては、はいえー、あんまり、その、えー、要するにこんだけ安いと使うものにならないんじゃないかなってあ,<ー>あんまり消しなくて大丈夫だけど実際にはやっぱり検討なり何なりで確認するなりネットで評判を調べていくにしましょう。はい、っていうのが、ねはい、自分の考えている基準と実際の動作のスピードっていうか感覚ってねやっぱり開きあるんですよ。そ,それは当たり前の話で 私みたいに仕事でボコボコ使ってる人はこの CPU でこのスペックだとこれぐらいだろうなって分かるけどそれは普通の人には難しいんで早いものが欲しいとにかく早いものが欲しいっていう人はそれなりにお金を払ったほうがいいあとは機能っていうのは例えばいろんなギミックがあったりこれみたいに外れるやつとかあと液晶がこうやってくるってひっくり返るやつとかいろいろありますんでそれはもう自分の興味のあるところ。 あとですね、面白いことが分かったのが、これ実際に出張に持ってって、実際に使ったわけですよ、仕事で。そしたらね、意外とね、こっちに手を伸ばす。なるほど。で、これだからね、当然できるわけですよ。なるほど。で、これでデスクトップ行って、で、例えば、マイコンピューター開こうっていう時に、こっちじゃなくてこっちでやってたっていう、これは面白いなと思いましたね。で、例えば、こっからね、そのスタートに、スタート画面に戻るときって、これで、 慣れてくるとね全然気にならない、はい、お特にノート、タブレットは当たり前の話ですけどだからこれがデスクトップでどうかっていうのはまた話が別でうこうやっふんぞり返って,っていうかやってると<う>なかなか、ね、あの手を伸ばすのももうだめです堕落 <laughs> あのね、どんどん堕落していきますよ、人間は。 恐ろしいですよね昔同じように貧乏だった友達が「カップラーメンって俺らなんて食ってたんだろうなあんなにうまいうまい」って言ってもう言ってやったんですよだから当時はうまかったんだとだから今の自分を基準にして考えるからそうなるかもしれんけど当時はうまかったんだからそれが事実なんだと確かにとうとうと。 諭して諭してでそいつはですねまああのいろなこう名言というかですね奇妙な行動を取るやつなんですけどちょっとまあ一緒に何人かで飲む機会があってですねだいぶお酒が回ってきた時ですね「俺は強いんだ」とお前らにはあんまり言わないけど「俺は強いんだ」と酒にいやじゃいやくバイオレンス的に なるねお、こいつ何言い始めたんだろう,う,う帰ろうかみたいな話になったんですけど高橋お,、はい、お,お前んちにね、ええ、シーズー犬がいるだろうおお、ね、いやいるけどっ 2>, 2匹いるけどって、ね、俺はねシーズー犬に負ける気がしないおっお面白い方だ、ね、お、おっすごいっすねお昔はこれですごいっすね これで100回ぐらいやったんですよ。へ<ー>うん